Is unlocked. ような汎用は特定の日になると体内の妖怪の血の力が消えるのです。今日は月が見えない。犬夜叉様が人間に戻る日だ。あの昼食はお寺に閉じ込められているじゃぞ。助けに行った方がいいわね。あ、私の荷物もお寺で落とした。思考の破片もその中に。何？
タワー。やっぱりお前が黒幕なのか。ずっと前からお前たちが至魂の玉の破片を持ってこの近くを通ると聞いている。死ね。みんな気をつけて。俺の至魂のタワー。あ、破片を食っちまった。こんな弱すぎる。この半妖が妖力を失った時にちょっと俺の蜘蛛の巣に入る。全員食べてやる。おい、カゴメ、尻尾、気をつけて。覚悟しろよ。どんな強い人でもひっきりなしの攻撃に耐えられない。ふん、お前程度の妖怪が朝飯前だよ。それに俺も言ったぜ。何？なぜだ。あ、太陽ちゃん、イノヤシャの妖力が回復した。いくら探してもこれしかないな。なぜだ。犬夜叉はもう大丈夫そう。よし、残りの破片を探しましょう。最近、夢の中でヒヒの毛皮をかぶった人がよく出てくる。ヒヒの毛皮？あいつがいつも変なことを言って、しかもすごい妖気が溢れている。ん？どうした、イメーシャ。さっきソアに妖怪が、しかもすごい血の匂いがする。一度カエルの村に帰ろうぜ。なんでと。50年前、イヌヤシャ様を封印し、その後負傷で死んだ巫女の帰郷。その離島が、離島は帰郷の霊骨で何をするんだ。あのヨーバーはきっと人に知られたくない秘密がある。霊骨を必ず奪い返す。
ってる。気球にそっくり。この少女の体内にきっとその魂が入ってる。カゴメ、危ない。あ、離して。やっと手に入れた魂、簡単に手放すものか。これは気球に完全に復活してもらって、至高の玉を探してもらおう。復活。私の人形の遊びに付き合え。
社。50年前、どうして裏切ったの？なんだと？人間になりたいと言ったから、それを信じたわ。でも、思考の玉を持って会いに行ったとき、私を傷つけて思考の玉を奪い取ったわ。俺は裏切ってなんかいない。私はバカだった。つかの間でも一緒に暮らしたいなんて。あなたに対しての恨みを抱えたまま死んだのよ。あなたがこの世で生きている限り報われないわ。あんたたち、キキお姉さんの体を滅ぼしなさい。いずれにしても彼女は離島に利用されて霊骨で無理やり、キキお姉さんの魂を完全に解放させよう。私の恨みが消えない限り犬夜叉は死ぬしかないのよ。私を邪魔する人はみんなやっつけるわ。犬夜叉、彼女の浜の矢に気をつけて。うわあ！どうした？やめて！カゴメが彼女の魂を呼び戻している。今よ、キクを倒して。どこへ？彼女のその怨念に満ち溢れた魂は、リトーが作った体をとっても恋しいたと思う。あの時、一体何が起きたの？当時、俺は四軍の魂の力を借りて、人間のだって、キキョウと一緒に暮らしたいと思った。だが、約束の日、キキョウは、俺を殺しに来た。だから、俺は村を襲って、四軍の魂を奪い取るつもりだった。その後、キキョウに封印されて。でもさっき、キキョウはその時、あなたに裏切られたと言った。そうさ、どうしてこうなったのか、一体どういうこと？カゴメ、大丈夫？大丈夫。魂が体に入ったり抜けたりしてるけど、大したことがないみたい。でも、キキョウと再会した犬夜叉は、一人でじっとしてる時間が増えたわ。もしかして、50年前、誰かが裏に水を差して、二人の間に誤解を生まれ出した。死んでくれ。思考奥義。
死んでくれ。オラの名はシッポ。